はい、こんにちは。坂井ギタースクールです。コミュニティビティ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 。ギタリストって言ってるけどギタリストじゃないですか？そうですね、ギタリストでいいんじゃないかなと思います。多分ね、僕普段ギタリストっていう時はギタリストって言ってると思うんですけど、多分このコメント動画で僕ギターの先生っていうかギタリストっていうか迷ってギタリストみたいな感じで伸ばしたんじゃないかなって思うんですけど、ギタリストでいいんじゃないでしょうか。はい。酒井先生は YouTube やっているからすごいと思います。クラギの先生は保守的なのか、ただ年齢のことなのか、私の先生も YouTube やっていただきたいです。しかしこればかりは。なるほど。YouTube やってるからすごいなんてこともないと思うんですけど、でもクラギの先生は保守的なのか、なんか YouTube 年齢か変わらず YouTube で動画出してるクラシックギターの先生、まあまあいるんじゃないかなっていう気もするんですけどね。どうなんでしょうかね。なんか結構いるんじゃないかなという気はするんですけど、まあでもね、自分の先生にも YouTube やってもらいたいって思ってもね、こればっかりはちょっとね、本人がいやそんなのやりたくないよって言ったらもうそれまでだし、別にね、でも自分の先生に YouTube やってもらわなくてもいいんじゃないですか。実際直接ねレッスン受けてるわけだしね。まあクラギの先生別に保守的なんてことはないと思うんですけどね。まあどの世界でもこう YouTube いやそんなのみたいな、そんなのみたいな、なんかそういう感じのことを言う人とか考えの人っていうのは、まあ、たくさんいるだろうし、機械のことはよくわかんないっていう人もたくさんいるだろうし、だからまあたまたま僕は、そういう YouTube とかなんかそういったのも、好きだし、だからやってるっていうのもあるんですけどね。そう、でもね YouTube が始まってもう随分経つじゃないですか。なんか随分ね、今その動画をねこう公開するっていうか、こうレッスン動画とかそういったのもどんどん公開する人増えてると思うんですけど、もう一昔前まだ YouTube がスタートしてから数年何年かみたいな、なんかそういう頃僕結構レッスン動画、レッスンの、ワンポイントとかね、その生徒さん用に動画撮って YouTube に載せるって結構やってたんですけど、でも当時ねこのギターの先生もそうだったんだけど、他の音楽のねジャンルの他の楽器の先生とかもうかなりみんなみたいな反応だったんですよね。なんかこうねレッスンの内容をそもそももう不特定多数の人が見れる状態にするのが信じられないっていうのと、ね、なんかこうその人に会うレッスンをしなきゃいけないのに、それを見てなんか間違ったレッスンをされても責任が持てないっていうふうに言ってる人もいたし、ただでそんなのを見せてはいけないっていう人もいたし、まあなんかこう言ってることは確かにっていうふうにね僕も感じるんですけど、でも今ってもうそんな時代じゃないかなってすごく僕は思ってて、もうあちこちでこうハウトゥー系の動画っていっぱい出てるじゃないですか。で
それはそれで僕全然いいんじゃないのって思うし、僕もこうやってハウトゥー系を出してるし、まあ、最近はもう米読みチャンネルにもうほぼ米読みチャンネルになってますけど、まあでもね、米読みとは言ってもちょっとハウトゥー系な内容だからあれじゃない、まあいいんじゃないかなと思うんですけど、でそういうのを出すと、そういうふうなのを公開すると、こうレッスン業界というかね、そういう音楽教室とかなんこうやってる人たちが生徒減っちゃうんじゃないかみたいに言う人も結構いたんですよね。でも僕は全然そう感じてなくて、まあ、むしろ、ね、生徒さんは増えるんじゃないかなと思ってるし、で独学で最後まで貫き通す人って、絶対独学で貫き通すし、で習いたいって思ってる人はちょっとね、情報があってネットでね、いろんなテクニック調べられるってなっても、まあそれはそれとして習いに行こうとするし、だからそういうね、動画を公開したから習うことをやめましたっていう人は、そもそもまあいたとしても多分習う、そのうち習うことをやめる人だったんだと思うし、だからね、それよりもね、こう今までこうクラシックギターに触れてなかった人が、ああクラシックギターかってやる可能性もあるしとか、なんかそういうのを考えると、なんか公開して別に損はねないんじゃないかなと僕は感じてるんですよ。でだから昔から結構動画出して、でそれを生徒さんはお家に帰って YouTube アクセスしてみるっていうスタンスを僕は取ってずっとやってたんだけど、でもまあその他のね、知らない人も見れる状態にあるんで、ね、なんかちょっと演歌の動画がすごい再生数伸びてたとか、なんかそういうこともあったりはするけど、でもそういうのでね、いいんじゃないかなと僕はね、思います。でこういうふうに発信することで僕自身も頭の整理になってるから、やっぱりね、なんか僕の役に立ってる部分も大きいんですよね。なんかこう言うこと、なんかこれ言おうかなと思って、ちょっとその辺のことをもう一回自分の頭で整理しようかなとかね、でやって何年もやってると、昔言ってたことと今言ってることと結構違うことってあったりすると思うんですよ。でそういうこともあるけどね、そういうのはそれはそれで自分のまあね、考え、まあ何をとしたか分かんなくなっちゃうね。そう、でもまあそれはそれで新しい情報にこうアップデートしていけるし、まあ僕はこういう今の動画をね、 YouTube でいろんなのが見れるっていう状況はいいなと感じてます。なんか分かんなくなってきた。はい、ということで、まあでもね、自分の先生に YouTube やってくださいって言っても、やらない人はやらないと思うので、もうこればっかりはね、しょうがないでしょう。はい、というわけで皆さんからのコメントどしどしお待ちしております。気軽にコメントどうぞ。